日程第23、議案第87号、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正についてから、日程第26号、議案第90号、伊豆市特定用途制限地域に関する条例の一部改正についてまでの4議案を一括して議題といたします。本案についても各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について各委員長の報告を求めます。はじめに議案第87号及び議案第89号並びに議案第90号の3議案について第一委員会委員長青木康司議員。はい、お願いします。ただいま議長から報告を求められました議案第87号、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正、議案第89号、伊豆市都市公園条例の一部改正、および議案第90号、伊豆市特定用途制限地域に関する条例の一部改正の3議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第87号、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正について、補足説明はなく質疑を行いました。主な質疑として、あらかじめ指定管理者の候補者を選定する準備が必要な場合とはどういうことか、説明を求めたのに対し、案としては、運営方法などについて地元地域住民の皆様その他関係する各種団体などと調整協議等に相当の時間を有することが見込まれる場合新たに起こす公の施設の設計段階から指定管理者の候補者の意見をその実施設計などに反映させる必要があると認められる場合国県を含め他の公共団体との協議に相当な時間を要する場合に適用させたいと考えていますとの答弁がありました。また、今回の一部改正を取り下げた場合、適用が想定される道の駅の事業の全体スケジュールに対する影響が大きいのかとの質疑に対し、現在の目標から最低半年は先に伸びると思いますとの答弁がありました。その他質疑の後、討議はなく反対討論が1件あり、採決の結果、議案第87号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第89号、伊豆市都市公園条例の一部改正について、補足説明はなく、質疑を行いました。都市公園法施行令の一部改正に伴う改正だが、市内で影響する都市公園はあるか、説明を求めたのに対し、公園に設ける運動施設の割合を規定するものですが、該当するのは神奈川記念公園のみで、100分の50を超えないようにとの制限に対し、43.47 で問題ないと考えますとの答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第89号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第90号、伊豆市特定用途制限地域に関する条例の一部改正については、補足説明はなく、法律の改正による条ずれの内容について確認の質疑があった後、討議討論はなく、採決の結果、議案第90号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で議案第87号、議案第89号及び議案第90号について委員長報告を終わります。次に議案第88号について、第二委員会委員長、木村健一議員。はい、
ただいま議長から報告を求められました議案第88号伊豆市包括支援センターの職員に関する基準を定める条例の一部改正についての審査の経過と結果をご報告申し上げます。改正内容の確認のほか質疑討論討議討論はなく採決の結果全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。以上で議案第88号について委員長報告を終わります。以上で各委員長の報告は終わりました。これより暫時休憩いたします。ただいまから議案第87号から議案第90号までの4議案について質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。議案第87号について、13番、西間信也議員。はい。13番、西島信也です。私は議案第87号につきまして、質疑を委員長報告に対する質疑を、行わせていただきます。当局側はですね、指定管理者制度を導入するためには設置条例が必要だと。こう言ってるわけですね。これは当局側が出したチラシです。それに書いてありますね。これは地方自治法によって決まっているよと、条例で騒ぎにならないよということをこれには書いてあります。地方自治法第244条に規定されておりまして、これには公の施設の設置、管理及び廃止ということが謳ってあるわけですけれども、この244条の2にはですね、公の施設の設置と管理及び廃止、管理について言いますけれども、公の施設の管理を市が直営でやるのか、それとも指定管理者にやらせるのか、これどちらかになるわけですけれども、これは条例で決定しなければならないと、こう書いてあるわけですね、地方自治法には。しかしながら、今回の条例改正は、条例改正というのは、手続き条例の改正ですけれども、条例が、設置条例がまだなくて、予定によると、このチラシの予定によると、平成30年の3月に設置条例を上程すると、こう書いてあるわけですけれども、要するに条例がなくてですよ、この公の施設、今度新しく作られる道の駅の条例だと思うんですけれども、その管理を指定管理者が行うということは、どこにも決定されてないわけなんですよ。指定管理者が行うということは、市が行う、直営で行うかもしれない。それは、議会がどうするかを決めることなんですよね。市の提案に対して。それなのにもですよ、何も決まっていないのに、指定管理者の候補者をですよ、選定しようというのは、これは道理に合わないと思うんですね。これに対して、どのような審議をされたのか。先ほどのお話ですと、先ほどの委員長報告によりますと、いろいろ建設に時間がかかるとか、あるいは、いろいろ地域の人との打ち合わせにどうだとか、こう言っておりましたが、ね、そういうことで、この条例を曲げてですよ、あ、失礼、
地方自治法を曲げてこういう条例にするのかということですね。これについてね、どのように審議をされたのかお伺いをいたします。ただいまの質疑に答弁願います。第一委員会委員長、青木康議員。委員長。ただいまの西島議員の質疑にお答え申し上げます。議案第87号についての質疑ですが、公の施設の、いわゆる設置条例が本来必要であるが、その順番を地方自治法を曲げて、この条例改正をするのかという趣旨の審議があったかどうかというご質問だと思います。先ほど触れました、主な質疑の内容以外の部分では、要するに今回のように、先に、あらかじめ、いわゆるあらかじめ指定管理者の候補者を決めるような例があるかという質問はありました。それに対して、執行部の方からは、数は少ないけれども、全国に同様に設置条例の前に、いわゆる候補者等を決めて、実際の実績等に反映させていた例はありますという議論はありました。しかし、今、西島議員からご指摘がありましたような、地方自治法の内容にいわゆる曲げてという表現をされましたが、地方自治法に反しているのかどうか、あるいは地方自治法に合致しているのかどうかというところまでの審査の内容はありませんでした。以上です。はい、再質疑ありますか。はい、13番、西島信也議員。今ね、委員長さんからのご答弁ということなんですけれど、この地方自治法に照らしてということで、具体的な審査はなかったというようなお話なんですけれども、私ね、確か定例会の本会議の質疑でもちょっと言ったと思うんですけれども、こういうのないなかったというのは本当に残念だと思うわけですけれどもその中にですね、時間がないというお話がありましたけど、30年の3月に設置条例を作るんだということですよね。上程するんだと。開業まで1年間あるわけですよ、ね、こんな1年間でできないなんて、そんなのは私はそういうのはおかしいなと思いますけどね。じゃあ次の質問に行きます。ですね、この改正条例ですね、条例を改正するという条例の、14条を付け加えるということなんですけれども、この中にあらかじめ指定管理者の候補者を選定する準備行為が必要な場合として規則で定めるときは適用するとこう書いてあるわけですけれども、この規則っていうのは、これは何の規則なんでしょうか。この規則って書いてあるけど、わからない。考えられるのはね、今回、三井駅のことをやってるわけですが、この件とすれば、わかりませんよ。どういう条例の名前になるかわかりませんけど、仮にですよ、道の駅設置条例施行規則なのかね。それともや、この指定管理者の指定の手続き等に関する条例の施行規則なのか、これどっちなのか、ただ規則で決める決めるって言ったってね、規則が、この三つ駅の設置条例の施行規則っていうのはこれないはずですよね。条例がないんだから施行規則があるはずないわけですよね。それなら指定の手続きに関する条例施行規則かと。いうわけですけれども、これは どっちなんですか。そういう審査はなされなかったんでしょうか。はい、答弁願います。青木委員長。はい、
ですね、要するに規則に定める場合はといっても、どこの規則で定めるのかということのご質疑だと思いますが、まあ、具体的に言いますと、そこまでの議論はありませんでしたけれども、当局側の先ほどのですね、同じような例はあるのかということの説明の中で、当然、後に本来の手続きに必要な議決を議会に求めるので、それを前提にしていますということでしたので、その要するに、どこで必要なときにまたその規則が当然設置されて、それにはまた議決が伴うということですので、そういう手続きを踏みますという回答がありましたが、今、西島議員がおっしゃったような、どこの規則なのかとか、そういったそこまでの議論はありませんでした。最後の質問です。はい、西島議員。まあね、それはしなかったということなんでしょうけれども、大体もしもですよ、道の駅の条例施行規則に定めるとしたらね、候補者を選定する準備行為が必要な場合として規則で定めるときが適用するの。その規則をですね、道の駅設置条例施行規則で定めるとしたら、これは誠におかしな問題ね。条例を施行するための規則ですよ。規則なんですよね。条例がないのにね、なんで施行規則だけ先に定めるんですか。非常に私はそこら辺がね、全然整合性がない。当局側も全然分かってない。こんなことじゃね、私はね、まあこういう、どうも審査してもね、全く張り合いがないね。全くダメですね。以上、終わります。いいですね、答弁は。はい。以上で質疑を終結いたします。これより議案第87号から議案第90号の4議案について、それぞれ討論、採決を行います。はじめに議案第87号、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正について、討論、採決を行います。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論から行います。15番森喜夫議員。15番森喜夫です。議案第87号、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例の一部改正について、まあ、今のね、西島議員の質疑聞いててもね、あの質疑の続きからいくとね、僕は、まあ、私、森喜夫はね、どっかこれと同じような条例を作っているところがあるんですかという総合政策部長に聞いたはずだ。今日はなぜ休んじゃったんですか。少なくともあるとかないとかね、今日答えてほしかった。ない、あるわけないんですよ。自治法違反ですよ、こんなのは。議員の皆さん、よく考えてくださいよ。地方自治法の精神を考えてください。ね、最小のコストを追求しなきゃいけないんですよ。それで最大の効果を狙うのが地方自治法です。だからね、しがらみのないとか、既得権益を排除しようとか言い出すところまで出てきちゃう。ちょっと新しい議員さんにね、言っときますけどね、旧修善寺長は委員長への質疑に対して委員長が答えられない場合は当局へ振ってたんですよ、ね、そういうやり方も できるんです。旧修善寺町ではやってたんだ。それをどういうわけか伊豆市になったらできなくなっちゃった。委員長一人に責任を負わせたら大変
本来の答弁にしてください。討論にしてください。で、最後は議長が出てきてね、本来の答弁、質問で。私は本来の質問してるつもりですけどね。これもね、いつも言うように、行き当たりばったり、思いつき要請なんですよ。わあ、ここへ出店しようとしている人はね、これほどね、面白い。要は指定管理者になればね、儲かるんですよ。それを議員の皆さんね、ぜひ考えていただきたい。だからそうでしょ？指定管理料がもらえるかどうか分かんないけど、もう最低でも指定管理料はもう毎年入ってくる。これが指定管理者制度です。ね、だから私はこの条例、なんとか言ったら談合条例だって言いたいですよ。もう、だからそうでしょ、スケジュール皆さん承知してるでしょ。10月1日からもう、この条例は動き出すんじゃないんですか、あの予定表からいくと。で、私は指摘しておきたい、ね、伊豆市民の皆さんにもぜひね、聞いてほしい。あそこにいらっしゃる傍聴者の中ではね、27日で傍聴してたわけ、した方もいらっしゃる。資料何もくれないんだね。皆さん分かりました？傍聴者の皆さん。分かるわけがないですよ。資料もらってたって分かんねえんだから。そんで、じゃあ聞いたんだから分かるかって言ったら、分かりませんよ。資料回収されちゃってないんだもん。要は資料を議員に見られて、それに基づいて質問されたら不都合があるんだ。ないんだったら堂々と公表するわけ、すればいい。しかしそれを押してだね、この条例が可決されれば、もう10月1日からいわゆるスケジュール通り動き出すでしょう。まあ委員会でも言いましたけどね、ラスクが市場に入るときと全く同じですよ。もう特定の業者しか応募できないような時間しか設置してないんだ。いや、他にも応募する、考えてる人いるって、あそこの部長は言ってたけど、部長、課長だな、言ってたな。課長は言ってた。しかし、そんな何をやろうが、ただ月ヶ瀬に道の駅作るとしかわからないで。ねえ、どう計画もクソもないじゃないですか。10月、11月までには決めちゃうんでしょ、ね、市長。この月ヶ瀬の業者をどこにするか。決めて、その人のいいようなものにしちゃうわけ。たとえ半年かかろうとですね。準備期間が1年しかなくなった、1年しかなくなったとしても、1年あれば十分準備できるでしょ。できないような業者はね、もうこの時点で排除すべきですよ。私が思うのはね、月ヶ瀬の道の駅は天城湯ヶ島地区の今後を左右する施設だと思いますよ。まあ、何回も言いますけど、おそらく飲食店はおそらく壊滅的打撃を受けるでしょうね。道の駅天城越えはどうなるんですか。ここで休憩取ったら天城越えで休む人はいないでしょうね。上船原に、コンビニがあります。今流行ってます。ここで休憩取ったら上船原で休憩取る必要なくなっちゃうね。手続きに関する条例の討論ですので、あなたね、なぜこういうことを僕が言ってるかってことを考えてね、議長やってくださいよ。やってるつもり。この手続きはおかしいということが基本なんだ。だからおかしいのはもうちょっと条例に基づいておかしいと指摘してください。お客前、こんな条例を上程すること自体がおかしいんです。いわゆる談合条例ですよ。これは業者を特定してしまう条例です。はっきり言い過ぎだって言うかもしれないけどね、私はもう談合条例だって言いますよ。みんなが参加できるような条例を作ってください。それからもう一つ、
他にこれと同じような条例をね、作ってる自治体があるんだったら、ぜひ今日中に持ってきてくださいよ。総合政策部長、聞いてますか？ここの課長さん、聞いてますか？聞いてるんだったら、今日中にぜひ持ってきてほしい。ね。この間の消防団の件だそうですよ。他にもあります。消防団は関係ありませんので。関係なくない。ないです。他に条例があるってあれは言ってるんだ。どこにそんな条例があったんですか。合わせて持ってきてください。まあ、この議案第87号はね、道の駅建設のための条例であることは間違いありません。不透明な道の駅の建設を進めようとするものです。説明資料は市民に開示されていません。議員にも見せましたって、目の前でこうやって見せただけだ。そんな条例にね、皆さん賛成しますか？透明で公正な、隠し事のない伊豆市を作りましょう。伊豆市の発展はまず、透明な伊豆市を作ることから始まりますよ。以上、終わります。暫時休憩いたします。付け込みます。本人からも議会の方に、欠席の申し出がありましたので、申し添えます。それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。次に賛成討論を行います。6番、下山昌司議員。はい。6番、下山昌司です。議案第87号、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正について賛成討論いたします。本条例の一部改正の目的は、平成31年4月にオープン予定の天城湯ヶ島インターチェンジ道の駅の事業に関し、指定管理者の候補者にその計画準備段階から関わってもらい、スタート時点からその運営をスムーズに進めることを目的として制定しようとするものでございます。これは国土交通省と伊豆市が連携して進める事業であり、伊豆市のみならず、伊豆のへそとしての道の駅、さらには伊豆半島全体の基軸として今後の伊豆の観光を左右するものとして捉え、決して本事業のつまずきは許されないと考えます。議案第87号は、第13条までは現条例のまま一切の変更はなく、第14条を加えることになる一部改正であります。道の駅の公設民営の運営方針を鑑み、指定管理者の候補者を選定する準備行為であります。当然、正式な指定管理者の選定については、改めて議会の議決を図るものであり、何一つ問題ないものと判断します。既存の公の施設についても、指定管理者による施設の管理を予定しているものについても、本条例を適用するとありますが、これについても同様であり、正式に指定管理者を選定するには、議会の議決が必要であることは、9月13日の第一委員会において確認済みです。また、委員会の採決は、賛成多数で可決されたものであり、あります。以上、繰り返しとなりますが、伊豆市と国土交通省が共同で進める本事業は、極めて重要なものであり、事業の遂行を我々議会も力
強く後押しするべきものと判断し、議案第87号について賛成いたします。次に反対討論を行います。5番鈴木正人議員。はい、5番鈴木正人です。私は議案第87号伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正につきまして、反対の立場で討論をいたします。なお、この議案につきましては、委員会に審査を付託されました案件でありまして、先ほど第一委員会の青木委員長からも、報告がございましたとおり、第一委員会の審査の結果は可決すべきものとの採決がされております。かくいう私もその第一委員会の委員の一人として審査させていただき、そして採決の際には原案通り賛成の意思を表明した一人でございます。その中で、本日までの休会中に改めていろいろとこの議案に対して資料いたしましたところ、今こうやって反対の意思を表明するに至ったわけでございますが、審査を付託された委員の一人として意思表明の立場を違えることにつきましては委員会軽視であるというようなご批判もあろうかと思います。そういったご批判は甘んじてお受けした上で、あえて意思を私が翻した理由を述べさせていただきたいと思います。本議案は今定例会の冒頭の市長からの行政報告の中にもありましたように、天城北道路仮称天城東前インター道の駅整備において、平成31年4月の開業当初から円滑な運営を図るためには、指定管理者制度を活用した管理運営を導入する上で、なるべく早期に事業者を選定することが有益であり、そのために候補者選定に係る手続き条例の改正について、提案されたものと報告を受けております。この道の駅の事業につきましては、今年度の当初予算につきましても関連予算が提案されまして、私もはじめ多数の議員がその関連予算に対して賛成をしたところでありまして、事業の成功を祈る気持ちに私も変わりはございません。提案理由にもありましたように、平成31年の4月開業を遅滞なく、そしてスムーズに行うためには、この改正が必要であるとの、先ほど委員長の報告にあったように、委員会の中での質疑に対して、当局側の方は、そういうような答弁を、また説明をしていただき、私もそのことに対して大きく共感をしたところであります。それをもって私は委員会の中で、やはりこの道の駅の事業は失敗させることはできないというところで賛成の意思を表明するに至ったわけでございます。しかしながら、本日までの休会中に改めて改正される部分の条文を読み返すにつけ、大きく2点について私の中で疑問を晴らせずにいることが分かってまいりました。一つ目は、本手続き条例の適用範囲に関する第14条のあらかじめ指定管理者の候補者を選定する準備行為が必要な場合として規則で定めるときとする部分について、先ほどの、委員会の、審議内容についてもありましたが、当局の方からはその準備行為というのは何かとが必要な場合はどういうことかということで3点ほど、説明がございました。
地域の方々との調整がやはり時間を要するであるとか、国県との関係機関との調整が必要であるとか、あとは、まあ、この道の駅に関しては新たな、公の施設になりますので、設計段階から、管理を予定する方が、意見を、反映できるような、そういうようなことが考えられる場合と、まあ、大きく3つの案が、示されたわけでございます。まあ、そこのところの、要旨といいますか、目的というのはよく十分理解はできるんですが、これをその条文に落とした場合に、このような条文の内容で果たしてこう通則にこれを書き加えることがいいのかどうかというか、分かりやすいのかどうかということを改めて考えたときに、すっきりとこう入ってこないというところがいまだにございます。そしてもう2点目なんですけど、まあ、この条例改正は道の駅の事業に関するところの、関連の意見がいろいろとあるわけなんですが、まあ、伊豆市の、この既存の条例に対して、第14条を、書き加えた一部改正という提案で、まあ、いわゆるその通則において改正されるという、そういう提案でございます。まあ、この改正につきましては、先ほど西島議員の青木委員長への質疑の中にもありましたが、委員会の中で、まあ、自治法上の、ところとの整合性に関する、質疑に突っ込んだところっていうのができなかったっていうところの反省点はあるんですけれども、やはりそこのところを顧みたときに、自治法で謳われている、244条の1項やら、244条の2の第3項、第6項ということで、まあ、公の施設をまずは設置管理条例で議会の議決を必要とする、そしてそれに基づいて、指定管理の方を、まあ、例えば指定管理を選ぶのであれば、指定管理の手続きで、公募して、でそれから、指定管理審査会、そして、指定管理の者の、まあ、選定ということになって、最終的には議会の議決というような、そういう流れになっているわけでございます。実証上で、それぞれ、2つ、議会の議決を求めるということは、やはりあの住民の参加というところをですね、住民の意思というところを、その2つの条例を作るにあたって、必要であるというところをやはり、法律は、謳っていることであると私は認識しております。そこで、やはり先ほど、西島議員もおっしゃいましたけれども、公の施設の設置管理条例をまず、謳わなければ、そこの管理体制がどうなのかというところは決められません。それを議会の議決を法律上は求めているわけでございます。まあ、そういった意味からすると、やはり順番からすれば、設置管理条例ができて、でそれから指定管理にするのであれば、やはり指定管理の制度を導入しながら選定するということがやはり筋なんじゃないかなというふうに、私は基本に立ち返って、やはり現行の地方自治法で謳われているそこの整合性のところからすると、ちょっと違うんじゃないかなという考えに私は至りました。まあ、かなりあのこの、提案につきましては、まあ、近くの議員ともいろいろ話しましたけれども、でまあ、休会中も実はあの東京側の方にもいろいろとまあ説明を求めて聞きに行ったりしたんですけれども、非常にこの明文化するってい いう意味はよく理解できるんですね。今の現行の自治法上からも、あらかじめうんぬんかんぬんとかっていうことは書いてございませんし、そこのところを現状の、自治法上から、読み解いて解釈の中で、運用することもできるんじゃないかという、そういう実際の東京側のご意見も聞きましたけれど、でそれをまあ明文化するという、まあ、そういう、意思はよく分かったんですけれども、もう一度自分なりにこう、考えてみますと、
今のような、私自身の中では結論に至りましたので、冒頭に申し上げましたが、第一委員会の委員として、意思を翻したことにつきましては重々、責任を痛感しておりますが、あえて反対の立場を討論させていただきました。以上でございます。次に反対討論、13番、西間信也議員。はい。13番、西間信也です。まあ、私は先ほど今反対討論というお話がございましたが、まあ、委員長報告のへの、質疑を聞いてから決めようと思って、まあ、それで反対ということにしたわけでございます。私はですね、議案第87号伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部を改正する条例について反対の立場から討論を行います。この条例改正は、公の施設の設置条例制定前に、指定管理者の候補者を選定してしまおうと、そういう内容であります。これは、質疑の時も申し上げましたが、地方自治法第244条の2、第1項のですね、精神からですね、条文の精神から大きく逸脱している条例案であります。この地方自治法の第244条の2、第1項には、ちょっと読み上げますと、普通地方公共団体は法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は条例でこれを定めなければならないとあります。すなわち、当該公の施設、この場合で言いますと、おそらく道の駅ではなかろうかと思いますが、公の施設の管理をですね、市の直営でやるのか、それとも指定管理でやるのか、まだ議会で決まっておりません。すなわちそういう設置条例がないから決まってないわけでありますが、公設民営にするなんてことはどこにも決まってないわけです。どこにも公設民営するなんてことは決まってないわけであります。そういう段階で指定管理者の候補者をあらかじめ選定しようとするのは、順序を履き違えており、この条例制定のですね、議会が条例を制定するわけですけれども、この議会軽視も甚だしいと言わざるを得ません。また、公の施設の設置条例がまだ制定されていないということは、施設の位置や広さ、何を管理するのか、利用料はどうなるのか、とうとう何も決まってない、明らかにされてないわけであります。そんな中ですね、天城東島インターチェンジ道の駅指定管理者募集要項、これは名前ちょっと分かりませんけど、というのは、この前の全協で、全協議会で、これは配られましたが、マル秘ということで、すぐさま終わったらすぐさま回収されてしまいましたから、題名はちょっとよく記憶してないんですけれども、この指定管理者の募集要項がですね、議員に示されたわけであります。その中身を見てみますと、なんと驚く流れ、指定管理者の申し込み締め切りが平成29年10月13日と、こう書いてあったわけであります。あと2週間しかないわけであります。こんな2週間でどうやって皆さん応募しようとするんでしょうか。
こんな本当に短い時間ではこれを情報をですね、地域の方あるいは全国に情報を発信できるのかどうなのか、はなはだ疑問に感じるところであります。これでは、先ほどの話も出てますけれども、市政管理者にですよ、応募しようとする人はその情報を得ているごく限られた人、一部の人しか手を挙げられないということになるわけであります。条例と募集のあれはちょっと別だと思いますけども、整理してください。いや私はちょっと得た情報をもとにして話してますから、ここら辺もですね、非常に不透明な点であります。市民に分かりにくい、市民に情報を出してないということですね。この公の施設の新設はですね、多くの市民の注目するところであります。正々堂々と法律にのっとって建設を進めてもらいたいと思います。行政あるいは地方自治法をねじ曲げたり、姑息な手段を使うことは厳に慎まなければならないということであります。以上、私の反対討論といたします。次に反対討論、16番、木村健一議員。16番、木村健一です。議案第87号、伊豆市公の施設の指定管理の指定の手続きに関する条例の一部改正に反対討論を行います。ですね、9月27日に全員協議会の資料の中で、事前に候補者を今回提案されていることのひとまとめとして書いているのが、事前に候補者を選定する手続き、これをこの条例改正で、明確化するんだと。今回の条例のこの特徴、なんていうかね、一番言いたいことだと言ってるんですけども、私は後ほどの今、これだけじゃないです。そもそものから言っていきたいと思うんですが、質疑の中でもあったんですけどね、当局提案、どうだったか。この条例は、指定管理者の指定の手続きを通則として、すなわち全般にわたって適用する提案でありますと。だから、予算化されております天城岩島インターチェンジ、インターの道の駅に特定して指定管理を問うているのではないというところをはっきりしなくちゃおかしいんですよ。一部入るかもしれない。これだけじゃない。これが通ったらずっとこの条例は生かしたいっていうのが市当局の考え方。だから提案されてるのは、この指定管理者を前もって選びたいですよ。そうすれば事業がスムースにいきますよ。どうですかっていうことだけの問題、その前提です。市長が設置を予定した公共施設は、議会が公共施設設置の議決という手続きをしない段階で、指定管理者の候補者をもう選んでもよろしいという新たなルールを議会に今求めております。これは今ある公共施設にもこの例を適用するということなんですけども、市は予定管理者を決める後には、公の施設の設置条例を決めるときには、指定管理者を決めるときにも、ちゃんと議会でルール通りにその手続きは取りますよと言いますが、問題は、論点は今回提案されて論点はここじゃないんです。前の冒頭言ったその全員協議会の資料にも、このように30年3月、指定、施設の設置条例の制定を議決します。30年6月に指定管理者の指定を議決します。
こうなってるから、なるほどそうから思うでしょうけども、ここを論点にすると、なるほどちゃんと議会承認をちゃんと手続き通りやんなと思うんですけども、具体的にそうじゃない、何を今我々議会に求めているのかを整理していきたいと思います。その整理の論点の第一は、設置条例のない建築物は公の施設ではないということです。提案している条例は、設置予定室公の施設というだけなんですね。今度は14条に入っているの。予定している公の施設と言ってる。法律はこのように言っています。公の施設の設置及びその管理に関する事項を明確にして条例で定めなければならないとしています。すなわち、全部、240何条の全部の公の施設とはという定義だけで全部どん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 やっちゃダメですよ。だから、この条例で定めなさいという法律にもついて、この伊豆市でも、伊豆市運動施設条例、伊豆市恋人岬条例、伊豆市認定子ども園条例など、ありとあらゆる公共施設と認定していいのかどうかということは、個別に目的も場所も明記をして、議会承認を得る。だから条例なんですよ。議会が可決されないのは条例とは言わないですよね、皆さん。そうですよね。だからこういう手続き取ってるんです。議員の皆さん、公の施設の設置条例を定めて、初めて公の施設になるということ、これを経ないで、ただ施設ができたとしたって、それは単なる財産に過ぎないということであります。ここのところしっかりと認識していただきたいと思います。第二に指摘したいのは、今言った、公の施設でもない単なる財産建物に指定管理者の予定者を選びたいということですけれども、指定管理者制度は、法の体系としては、指定管理者制度は、公の施設が設置されているんですよということが前提にした法律として出来上がっている。これ、日本全国共通、伊豆市だけ違うというんじゃない。だから、公の施設でもない建物に指定管理者制度は適用できないんですよ。法律及び条例で公の施設指定管理者制度はこのように位置づけられております。それでもなおかつ、条例、提案されると条例が可決されれば、これらのどの自治体にも通用している原則としているものが、これは原則ではなくなって、予定している公の施設とは誰が決めるのか、この中にもあるんですよね。公の施設、設置を予定している公の施設って分かります?何のことですか?具体的になって運動場ですよとか、学校ですよってことで初めて我々は分かるわけ。何の施設なのか、誰のための施設なのかということが分かるんです。で、したがって今回の条例はですね、こういう表現してますよ。予定している公の施設はいいですよってなって、極めて曖昧なまま伊豆市だけに適用される施設に格上げされていく、そういう意味では条例違反ではなくなる可能性が出てきます。曖昧な公の施設。予定している公の施設、いいですよと、我々議会が承認されれば、それが個別の公の施設じゃなくて、設置を予定して公の施設も公の施設といいですよと、そういうことになってくる。そのことが、この、曖昧のまま予定者と名が付くものの、実質的には、指定管理者として議会に後ほど上がっていきます。ちゃんと手続きを取りますから心配しないでねというのは当局の提案であります。
私はですね、公の施設って市民にとってどういう役割持ってるの？じゃあそれに対して市長が提案して、なぜわざわざ議会にこれかけなくちゃならないのというところをちゃんと見ていかないと、私はやっぱり大きな間違いを犯すと思います。なぜならば、人が人としてちゃんと生きていく社会権といいますけれども、これらも含めた基本的人権をちゃんと保障するにふさわしい、その役割を果たすのがたくさんある、いわゆる公共施設であります。今回提案されているのはですね、この大事な役割を持っている公共施設を判断する議員の権限、議決権を自ら放棄するということにつながります。縮小しますという宣言するにふさわしい行為にならざるを得ないと私は思っています。指定管理者という選択肢じゃなくて、市が直営する選択肢、これらについても、もしいろんなことでですね、指定管理者の運営、営業の今後ですね、営業時間がどうしてもこう時間的に取り切れないというんであるならば、直営にする方法、営業時期をもうちょっと自分たちが思っているよりも伸ばして、ちゃんと議会にこういう目的のために、この指定高校、こういう指定管理、公共施設を作ります、設置します、それについての指定管理者制度を導入したいという手筈を取ればいいことなんですよ。ですね、ちょっと気になってるのが、あとすいません、このこういう場合は、いわゆる設置を停止する施設、どういう時なんて、それは規則で定めますよって言った、その延長報告にもあった、その中に3つ、こういう時は規則で定めるって中に、どうしても気になる1つが、設計段階から意見を聞かなくちゃならないという説明でしたよね。そうすると、今どうですか、道の駅にも含まれるという意味で、ちょっと言っておきましょう。今私たちは基本設計をもらって、今当局は実施設計段階に入っていますよ。でもこのどうしても長くしなくちゃならない理由の一つに、設計段階から予定される管理者なんでしょうかね、正式なんじゃなくて、その指定管理者の意見を聞かなくちゃならないから、そうするともっともっと指定管理者の意見を取り入れた運営が道の駅でできるからという説明ですよ。そうすると今はもう実施設計段階ですよ。でもこれを提案してくるということは、うがった考えですけども、じゃあ何、もう実施設計段階に入ってるのに、もうすでに誰か決めて、指定管理者を決めて、その意見を聞きながらこれを進めてんですかってなりますよ。だからこういうことはそう思いたくないんだけど、そうなっちゃうんです、考え方だと。それからこの条例の中の規則っていうのはすごく気になります。規則で定めるとき、市長と我々議会っていうのは同じ目線に立って、やっぱりきちんと論議をしていくという必要があると思います。いわゆるその今回提案しての公共施設の指定管理者ではない内容のあるんだけども、指定管理者の候補者を選ぶときはどういうときか、それは規則で定めますって言うんですよ。言われて聞かれて初めてやから、本来ならばどういう状況の下で設置を予定する公の施設はこうですよ、準備行為が必要な場合ってこうですよということで、ちゃんと条例化をして、そして議会って、それな、そういうことだったら大丈夫だね、いや、この点はもっと改善したらこれはいらないよという論議をする場がなくて、全部規則で定めますよということであんならば、私は市長と議会の権限の役割分担を、今回の新たな問題提起をしているということを考えるならば、極めて不十分さが、この14条の規則で定めるというときにもある。ちゃんと条例化すべきだと、せめてですね、思います。以上で反対討論を終わります。
以上で討論を終結いたします。暫時休憩いたします。やりましょう。いいですか。はい。それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。これより議案第87号について採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定速に賛成の議員の起立を求めます。よろしいですか。はい、起立者、多数。よって議案第87号は議案のとおり可決されました。次に議案第88号、伊豆市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部改正について討論、採決を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第88号について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。はい、起立者全員、よって議案第88号は議案のとおり可決されました。次に議案第89号、伊豆市都市公園条例の一部改正について討論、採決を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第89号について採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員、よって議案第89号は議案のとおり可決されました。次に議案第90号、伊豆市特定用途制限地域に関する条例の一部改正について、討論採決を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第90号について採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。はい、起立者全員、よって議案第90号は議案のとおり可決されました。ここで時間の都合により昼の休憩に入りたいと思います。